皆さん、こんにちは。1980年代にアイドルとして活動した女優、橘理沙さんが24日、ブログを更新し、告白のタイトルで、2020年に直腸癌と診断され、子宮などの摘出手術を受けていたことを明かしました。私事ですが、2020年に直腸癌と診断され、腸、子宮、卵巣、膣の摘出手術を受けました。先月、手術から3年目の検診を受け、今のところ、再発もなく順調に回復していますと、手術や病状の経緯を綴りました。まだ完全ではありませんが、先月くらいからかなりひどかった鬱も、なかなか思い通りに動けなかった体も急激に、自分の中では良くなった気がして、みんなさんに報告しようと思いました、と、今回のブログでの報告に至った経緯を説明。友達にも、私のがんを知ってあんなに元気いっぱいのリサが、と言って自分も検査受けてみよう。検査受けたら初期のがんだったという友人が何人かいたので、一人でも多くの人に早くに検査してよかったと、思っていただけたらと思います、と記しました。大阪から上京後間もなくデビューし、1980年代を中心にアイドルとして活躍した、タレント、橘理沙さん、映画、ビーバップハイスクールなど、当時話題となった作品に多数出演し、根強いファンを獲得しました。今回は、橘さんの2023年現在の活動の様子について探りつつ、蕎麦屋さんだという旦那さんや子供の姿に迫ります。橘理沙さんは1980年代にアイドルとして活躍し、映画、ビーバップハイスクールシリーズにも出演するなど人気も高かったといいます。しかし、2023年現在ではメディアへの露出もほぼないこともあり、彼女が今どうしているのかが気になっている方もいることでしょう。そこで、橘さんの現在の活動の様子について調べてみました。結論から言いますと、橘さんが今でも芸能活動をしている様子がうかがえるような情報は見当たりませんでした。所属事務所である株式会社グッデーンのホームページには、橘さんの公式プロフィールが掲載されており、現在はバラエティをメインに活動していると紹介されていますが、2012年を最後に芸能活動についての情報を確認することはできません。現在はその明るいキャラクターで、バラエティをメインに活動しています。こちらの芸能事務所のホームページでは、2019年12月に亡くなられた俳優、梅宮達夫さんの公式プロフィールが削除されず最上段に残されていますので、あまり最新情報に関わっていないだけにも見えます。しかし、橘さんのメディアへの出演情報やライブ、トークショー、舞台などのチケットが販売されていないかなども含めて調査してみましたが、何一つ情報は得られませんでした。橘さんは YouTube チャンネルも開設していないようですし、公式 SNS のアカウントも存在していないようです。唯一、公式ブログでの発信は続けているようですが、最近の投稿は月1、2回ほどですし、直近の芸能活動に関する投稿は2022年4月16日に開かれた、ビーバップハイスクール上映会のトークショーについてです。この上映会は、日本一小さい映画館と言われている、シネマノベチェントで開かれたものですが、映画館前の掲示板に貼り出されたプログラムの告知には、トークショーのゲストとして橘さんの名前が書かれていないような状態だったようです。懇親会は参加されませんが、久しぶりのトークでどんなお話が伺えるか、ファンなら見逃せません。それ以前の投稿は、2017年10月23日の BS 富士のクイズ番組クイズノーベル賞への出演に関するものまで遡ります。このクイズ番組への出演もレギュラーというわけではなく、同年10月27日が最後だったようです。橘さんが公式に引退を宣言したということはないようですが、ファンに対してもあまり積極的な発信はしていない様子です。ここまで芸能活動に関する情報が少ないとなると、事実上の活動休止状態にあると見て良いのではないでしょうか。橘さんは蕎麦屋と結婚したと言われているようですが、これは半分正解で半分間違いだと言えそうです。橘さんの旦那さんは元モデルの松永信之さんという方で、
2000年に結婚したということです。旦那信行さんは確かに蕎麦屋を経営しているようですが、立花さんがブログに投稿した情報によると、結婚当時はまだ店を出していなかったと思われます。立花リサオフィシャルブログではたびたび信行さんに関する話題が投稿されています。その中に信行さんが経営している蕎麦屋手打ち蕎麦松永についての投稿も散見されます。2012年11月25日の投稿によると、この日が手打ち蕎麦松永の開店10周年記念日だったということです。また立花さんは結婚式を挙げた日についても投稿しており、2011年6月17日がハワイで結婚式を挙げてから10周年だったことを明かしました。後日入籍記念日は10月10日だったとも投稿していますが、一般的には入籍を先に済ませてから挙式というカップルが多いのではないでしょうか。いずれにしても2人が結婚してから一緒に蕎麦屋を開店したと言えるでしょう。東京都渋谷区神宮前に位置する手打ち蕎麦松永はコロナウイルスによる混乱を乗り越え、2023年現在も営業を続けているようです。最近の口コミによると評判も良く、お昼時には行列になるほど繁盛しているということです。気になる方は一度食べに行ってみてはいかがでしょうか。立花さんは開店10周年記念のブログ記事の中で、20周年30周年と旦那様が健康でそばを作れますようにといったことを書いていましたが、少なくとも20周年は無事に迎えられたということですので、喜ばしい限りですね。立花さんには息子さんが一人いて、名前は新之助さんと言います。2004年生まれで、なんと誕生日は立花さんと同じ10月19日なんだとか。2023年現在は高校を卒業し19歳になるという新之助さんですが、立花さんの公式ブログにて立派に育った姿を確認することができます。3月14日の投稿では、初めてスーツに身を包んだという新之助さんの画像が公開されています。部活の仲間とのお別れ会のためにスーツを着た時の画像だということで、新之助さん自身が顔出しを OK したそうです。凛々しくも優しげな笑顔でスーツがよく似合っていますね。父信行さんの経営する蕎麦屋手打ち蕎麦松永の看板の前でポーズを取る新之助さんは、どこか誇らしげにも感じられます。立花さんはよく息子ちゃんと表現されていますが、立派な好青年に育ちましたね。立花さんは実家についての投稿もいくつかしており、それによると14歳になる頃まで大阪市西成区に住んでいたそうです。実家の周辺の様子は当時とすっかり変わってしまったということですが、詳しい場所や外観などは当然ながら非公開です。育った部屋の様子が少しでもわかる画像が公開されていないかと調べてみましたが、残念ながら見つけることはできませんでした。立花さんが通っていた小学校の近くにあったというお好み焼き屋宝月について、ここだけは私が子供の頃から変わらないという投稿がありました。親子4代にわたって通っていたというこの店について、大阪に帰ってきたと思える大事な場所と語っています。残念ながら2023年現在はすでに閉店してしまったようです。立花さんが通ったという大阪市立今宮小学校も2015年をもって閉校となりました。いつまでも変わらないでほしいと願う風景が様変わりしてしまったという経験がある方も多いでしょう。時代の流れには逆らえないと分かってはいても、物悲しいものですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。